全日本デパートメントストアーズ開発機構とは、かつて東京都新宿区に本部を置き、伊勢丹と松屋が総合幹事を務めていた百貨店の共同仕入れ機構である。2020年3月末をもって解散した伊勢丹新宿本店松屋銀座本店1973年3月、伊勢丹主催の共同仕入れ機構11店会と松屋主催の a c o が統合され、 設立された。その後も解散に至るまで両者が総合幹事を務めていた。解散前には高島屋系、ハイランドグループとは異なり簡素ながら公式ウェブサイトを有していた。それによると2012年5月の時点で33社74店舗が加盟している。百貨店全体が衰退する中華名店を増やして、 いたのは2008年の三越と伊勢丹の統合によるところが大きいものの、加盟者と非加盟の三越の店舗が競合する地域ができ、商品開発が見送られるようになった。2007年度の加盟店の売上は約1兆9700億円、共同仕入れの扱い額は889億円と日本最大規模を誇っていた。三越伊勢丹ホールディングスの発足前は、 本機構を事実上の伊勢丹グループとする向きが多かった。2015年11月時点の加盟店は以下の通り、直接の加盟店ではないが、グループ別店舗の加盟により関連性のある店舗をまとめる。いずれも、三越伊勢丹の経営統合による施策が絡み、ブロック内に伊勢丹グループの店舗がなかったことから、加盟とならなかったものである。この他にも、 三越の子会社、または業務提携しているが、ADO 非加盟という店舗がある。ハイランドグループに比べると脱退事例は多くなく、加盟する企業のリストラによる閉店や提携解消という事例が中心であった。ありがとうございます。